違う、違う、これ違うかないんだけどね、別にね。おめえって、そんないじけないでよ。お手伝いしたかった。お手伝いし、した、な、な、ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃった。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫よ。でもね、お手伝い頼まれてるから、お家に戻らなきゃいけない。あ、そうなんですね。姉ちゃんがお手伝いしに来る。なんか虫が来ちゃった。あ、ほらほら、取れたよ。よかったよかった。危ない危ない。ごめんね。取れた？あいさちゃん。じゃあ、お家の。はい、取り返してきて。頑張ってね。はい、ありがとうございます。本当にね。ちゃんとお手伝いね。それ、鏡になる？皆さん、正しいと。そんなに俺、磨いた記憶ないんだけど、これ。この商店街結構よく落ちてるから気をつけて、あ、ネギとか思うから気をつけて。で、そこで普通だったらお兄ちゃんとかはこうやって拾うと思うんだけど、そうじゃなくて、かっこいい拾い方はおもむろにこうやって足に乗っけてもらってね。よいしょ。おお、こうやって拾ってもらえると、あの人かっこいいな、ただもんじゃねえなと思われるわけでございます。さあ、ね、そんなわけでこの後、私商売しようかと思ったんですけど、この後ね、実はあっちの広場で夕日の丘ライブっていうね、楽しいライブがあります。それの準備もしなきゃいけないからね。あとちょっといいお天気なんで、この後昼寝しようかなと思ってます。そんなわけでね、この商店街まだまだ美味しいところ、楽しいところいっぱいありますから、ゆっくり過ごしてちょうだい。ありがとうございました。なんか走るんじゃない？さっき列車走ってたじゃん。走ってた？踏切閉じるでしょ。そう、出発進行。
終着駅です。
ゴジラ一番面白かった。ウルトラマンも乗りたかったね。そう、まあ、似たようなもんなんだろうけど、でも見たかったよな。まさかの入れ替え制だったという。
すぐ地上80メートルに到着。どうぞのんびり景色をお楽しみください。私は景色を見ながら新作紙芝居のネタ探し。平和だったんだね、今日もね。あ、昨日だった昨日だった、今日じゃなかった。お、すごい。あ、ちょっと怖かった。ちょっとじゃあ、すごいこと一発やろうかな。よし、いいよ。ちょっとこう行こうかな。いくよ。調べていただいてもらって、かっこよく決まったら、ちょっと拍手くれる？大丈夫？よし、いくよ。ありがとう。やった。ちょっとめったにね、ここでこんな目立つことはないんだけど、今日はちょっとラッキーかもしれないね。走っちゃうね。すげえ。触れない。うわ。